滝5450系、小滝1554512006年3月14日、潮浜駅国鉄滝5450系貨車は、1964年から1994年まで製造された日本国有鉄道、後に日本貨物鉄道に車席を有する液化塩素専用の25トン石タンク車である。本形式の元となった車両である。 タキ5400系本形式を改造した液化塩化ビニル専用車であるタム9300型についても本項目で解説するタンク帯はマンホール弁式ドーム付き直の物質型塗装は高圧ガス保安法の区別規定により黄色塗装であるまた輸送の際の保安上中和材の入った石灰箱が設置されている鉄道連絡船による 構想用の車両は、取り下ろし口の密閉化、中和剤として、液状化製ソーダ箱が、追加設置されている。この対策がなされた車両には、構想用の表記がなされる。液化塩素専用タンク車として、初の二十五トン赤車として登場した。1五十七年三月二十六日から1六十五年四月三十日に、かけて、三菱重工業、富士車用、 日本車両製造で15両が製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し小滝と表記する。1979年10月からは化製品、分類番号、626が表記された。タンク材質は、ボイラー鋼板を用いる。台車は当初、平ら軸受け、板羽式のベッテンドルフ台車である TR41C であったが、 あとに一部の車両を除いて平ら軸受け、コイルバネ式の TR41D に改造されている。タンク体は、三菱重工業製と富士車両製は、車体長をタム2300型に合わせたため、太めのものに対し、日本車両製造製造製はタンク系をタム2300型に合わせたため、細長いものとなっている。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には6両の車席が JR 貨物に継承されたが、1991年12月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。1964年4月11日から1994年11月25日にかけて三菱重工業、富士車両、日本車両製造、富士重工業、 川崎重工業、日立製作所で、総数697両が製作された。番号は、次の通り。タンク体はすでに製造されていた、同じ25トン石液化塩素専用の多機5400型で使用されたボイラー後半から、高張力鋼に変更されたため、新形式となった。そのため、時長が減って、過重増も計画されたが、 結局は25トン席のままとなった。台車は当初 TR41C を採用したが、後に TR41D に変更され、TR41C の車両も TR41D に改造されている。小滝95,453小滝105,471は、走行性能改善のため頃軸受け、コイルバネ式の TR211 バイト、 小滝105,472校は改良型の TR216 バイトを採用するが一部の車両は他社から流用した TR211 バイトを採用する車両もある。ブレーキ装置はエンハンドル式とサイド式の2種類がある。所有者は次の通り。1987年4月の国鉄分割ミニエーカジには485両の 車席が JR 貨物に継承され、JR カゴも1994年まで製作されたが、老朽化や輸送体系の変化により、廃車が進み、2010年4月1日の時点では74両が在籍している。国鉄滝5400経過車に関するカテゴリー、国鉄タム9300経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。